こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオはコンセプトって何です。コンセプトは日本語に訳すと概念なんですけど、アートで使う場合はなんかちょっと説明みたいな感じなんですけど、テーマがあって、でコンセプトがあります。例えば夏がテーマだったとしますね。可愛い動物でもいいや、そんな感じのテーマがあったとして、でテーマ何っていうことですね。それに対してコンセプトは例えばどんなって感じですね。夏がテーマだったら、そしたら具体的にそのコンセプトは夏を楽しむことがコンセプト。例えばウォータースポーツをしているところの作品だったり、コンセプトがその夏楽しむってことですね。別のコンセプトで夏食べて美味しいものとか、アイスクリームとかスイカとか食べて美味しいものっていうのがコンセプト。夏がテーマ。可愛い動物だったらコンセプトはすごい可愛い野生動物、森に住んでる動物っていうのがコンセプト。もしくは家で飼ってる動物とか、もっと具体的などんなものっていうのがコンセプトになりまして、テーマっていうのがものとかこととか、そういうことですね。前回私の2つの動画でコンセプトっていう言葉をたくさん使ってしまったので、ちょっとコンセプトという意味を説明させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。